皆さんご機嫌いかがですか？イギミンです。今回はユーマルシェが行っている時計修理についてご紹介していきます。ご注文からどんな流れで進んでいくのか詳しく調査してきました。それではスタート。ユーマルシェの時計修理はまずショップページからのご注文、続いてご自宅からお時計の発送、お見積もりのご確認後の修理、最後にお修理完了品の発送という流れになっています。今回はこちらのオメガの自動巻きを例にご紹介します。ご注文は楽天、ヤフーで受け付けております。ご注文後、梱包キットをご自宅にお届けします。着払い伝票、時計収納ケース、梱包材、お時計発送までの説明書、修理依頼書が入っています。お客様のお時計を収納ケースに入れます。クッションの切れ目にベルトを入れていきます。ファスナーを締め、緩衝材で包み、箱に入れます。着払い伝票と修理依頼書の必要事項を記入して、修理依頼書は箱の中に入れます。箱の外側に伝票を貼り付け、ヤマト運輸へ集荷の依頼を行ってください。お時計が到着次第、メールにて受け取りのご連絡をします。到着から7から10営業日ほどで正式なお見積もりをメールにてご案内します。修理内容や金額にご納得いただけましたら、ご注文金額を修正し、お修理を進めます。ユーマルシェ独自の工房で熟練の修理技術者が修理に当たっています。お修理後はランニングや検品をしっかり行っていきます。お客様のお時計の状態は社内のサーバーで一括管理、修理依頼書の内容が正確であるか確認し検品していきます。この工程が終わりましたら、メールにてご連絡し、お時計を発送させていただきます。発送の前に必ず検品者とは別のスタッフがお時計を確認、最終チェックを行います。最後にしっかりと梱包を行い、お客様の元へお届けします。修理作業自体にお時間はかかりませんが、ランニングや検品を入念に行うため、4週間ほどお時間をいただいております。時計修理についてはクレジットカードでの決済を推奨しております。オプションや交換部品など追加料金が発生した場合、最終的な修理料金は当店で変更し決済されます。お見積もり、送料は無料です。時計修理の保証期間は12ヶ月です。ユーマルシェの時計修理はすべて自社で行っています。お修理に出すお時計は自宅で回収できます。修理内容などはメールでご連絡しますので、いつでもご確認いただけます。次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。